人生何度でもやり直せるよ。ケンちゃんゴーゴー始まるよ。どうも皆さん、新年明けましておめでとうございます。というわけでね、すいません、今日も実はビデオでお送りしてるわけですが、皆さんお正月はどうお過ごしだったでしょうかね。えまあ流行り病で大変な年のね、年末でもございましたけども、2023年、まあうさぎ年、今年は皆さんどういう目標を、1年にしたいのでしょうか。私もね、今年は62歳を6月で迎えますし、芸能生活デビュー60周年の年でもあるんですね。まあ昨年はまあ健康状態もね、良かったり悪かったりのいろいろな大変な年でしたけど、まあ今年はね、 V3 の治療をもっと頑張って、なんとか今年中にね、透析が卒業できる1年にしたいなって、それがとにかく最大の目標でございます。そして、今年の春ぐらいかな、とんだカップルの同窓会、牛久保監督を交えてやろうという計画もありますんでね、まあ今年もね、楽しい1年にしたいと思います。どうか今年も、まあ僕の誕生日が6月13日ですから、それまでに間違いなく1000人達成、チャンネル登録数でスタートラインでスタートしたいと思いますんで、皆さんご協力よろしくお願いいたします。というわけでいきましょう。はい、明けましておめでとうございます。はい、本年も皆さんよろしくお願いいたします。今年の目標というか、メタル BNR34GTR さんからコメントをいただいて、俺たち年代のスーパースターケンちゃん、うん、体に無事、程よい程度で動画や YouTube ライブ出演を期待してます、はい、頑張ってくださいねって、はい、もう年頭から体のお気遣いをいただいております。はい、はい、ね、本当に自分のマイペースでいきたいと思います。とにかくね、はい、まあ、V3 を、一生懸命江戸さんのご好意に甘えて、今ね、東洋医学治療と並行して透析もやってますけども、僕の最大の目標はやっぱりこの東洋医学で今9人近い人が透析を卒業してる、僕は何番目になるのか分かんないけども、透析っていうのは、いろんな努力によって卒業できるんだっていうのをね、自分の身をもって証明したいと思っておりますんで、頑張ります。 V3 とね、はい、一緒になって頑張っていただいて、いただこうと思います。はい、で今年は岡本ちゃんに、彼女ができて、できれば嫁さん候補も見つかればいいなと思っております。そちらの方もどうぞ、こちらまでじゃねえけど、突然になんで年頭からびっくりです。どうぞ写真同封よろしくお願いします。はい、はい、政治の面白いコメントがあったので、ちょっと今年も吠えていただこうかな。いいねいいです、ハンソン。はい、はい、国民に、増税する前に、国会議員には記憶にございませんぜ、国民の声聞いてないよぜ、虚偽答弁税、世襲議員相続税を適用してもらいたいです。面白い税をいろいろとコメントの中にいただいてます。ケンちゃんどうでしょう。いや、もういいんじゃないの。それから僕は何度も言うようにね、居眠り税ですよ。はいはい、国会でうっこりしてるのは最低10万取ればいいじゃない。それから国会来ないね、ガーシーとかさ、はい、そのなんだ、令和新選組のね、はい、人たちとか、そういうの入れたら、やっぱり国会来ない税とかさ、はいはいはい、ほら、税金もらっちゃダメだよ、もう本当に、急になんか茨城だまりになっちゃったけどさ、でもさ、あまりにも無駄なね、使われ方してるから、通信の領収書がいるとかいらないとか言って100万円、ね、はい、ダメだよ。それからなんで国会議員が新幹線のグリーン車タダで乗れんの、そんなのもいらないぜ、はいはいはい、いらないぜで、はい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 、まあそういうのでね、はい、国民に税金がどうのこうの言う前に、国会議員さんも、はい、身を切る改革をしてください、はい、ということでございます。そうですね、当たり前だのクラッカーですよ、本当にね。昨年のね、いろいろな後始末じゃないですけど、そうだよ、皆さんいろいろ問題が発覚してて、今年こそね、はい、もう政治はもうしょうがないよじゃなくて、皆さんが目で見張って、やっぱり昨年あったいろんな政治のね、いろんな悪いこともね、忘れないで、それを徹底して僕らがチェックしていくのが大事です。政治に参加するっていうことが、いいにしろ悪いにしろ大事ですよということですね。春のね、地方選に向かっていろいろと皆さん動いてるようですよ。そうですね、はいはい、はい、
親父空手奮闘記さん。おマミニーの。おー、本田ちゃんです。北九州、お元気なお姿、本当に良かったです。うーす。ケンニー、これからも元気、お姿拝見させていただきます。本田ちゃん、本田ちゃん、ありがとう、はい、いつも。ありがとう、ありがとう。はい、おすって。ね、はい、小倉の文字ですよ。はい。チリンチリンっていうね、小豆の美味しいお豆屋さんがあります。そしてね、いろいろね、将来のこと、過去のこと、いろいろ、本田ちゃん見てくれますからね。皆さんぜひね、北九州の方行くときはね、門司港の近所でね、チリンチリン豆って検索したら、Google で出てきますからね、本田さんのお店、今後ともよろしくお願いいたします。本田さん、今年もよろしくね。うーし、せけおっす、ありがとうございます。はい。先ほどの税金の時にコメント読めばよかったかなと思ってます。神崎さんから。お日本人は平均すると、4割以上を税金等で納めているので、税金の使い方を決める政治と関係の、ない人は存在しませんよ。県人がおっしゃる通り、みんなが政治に興味を持ち、投票を上がれば、いくらかでも世界は変わる。話は変わりますが、ちゃくちゃのドラマ見てます。この番組かなり綿密に制作されてましたね。正直びっくりですって。ケンちゃんのドラマ今見たら、すごい丁寧に作られてるっていうことで、うん、そうだね、はい、だからね、まあ今ドラマ自体が減りましたけどね、はい、家族で見れるものがなくなっちゃったね。そうですね。だからまあうちの子供時代はもうなかったけども、やっぱりいずれうちの子供にも子ができて、僕からすると孫ができるわけだね。はいはいはい。そういう子たちとじいちゃんが一緒に見れるようなのも作ってほしいね。そうですね。まあ教育的なものも兼ねてね。はい、はいはいはい、うん。やっぱり子供にこういうの見たい。だからなんかさ、家族でこう、まあ冬だとこたつに入って一緒に見れる番組、ドラマじゃないにしても、一緒に見れるものが少なくなっちゃった。みんなだから、なんだろう、携帯でテレビ見るのもいるしさ、はいはいはい、ね、それから部屋にテレビがあったりバラバラになっちゃってるからさ、はいはい、まあ、YouTube がすごい普及した部分もあるんだろうけどもね、はいはい、家族で一緒にこうせんべいでもつまみながら見れるテレビを作ってほしいな。はい。今年はこの YouTube で何か、うんうん、チャレンジしたいこととかってかんちゃんあったりしますか？聞くところによりますと、はい、広告が減って YouTuber が増えたから広告料も10分の1に落ちたっていうけども、はい、できればね、けんちゃん号号で、はい、岡本ちゃんとね、ちっちゃい小型カメラ持って、はい、僕の実家の愛媛県松山とか沖縄とか、ロケですね、そう、山陽金属の岡山とかね、はい、そういうところに2人でね、はい、お姉ちゃん遊びも兼ねてカメラ持っていけたらね、まあ、それぐらいの、はい、経費が出るぐらいまで行ったらいいなっていうのがやっぱり目標ですよ、 YouTube のね。そうですね。やっぱり、もう本当にね、皆さんこれ手弁当なんですよ、全てがね。だからせめて僕ら2人のね、はい、経費ぐらい出るとありがたいなと思うよね。はい。でも皆さん応援よろしくお願いします。はい、お願いしますね。いいねボタンと拡散、はい、チャンネル拡散お願いします、はい、あっと驚く企画を少しずつでも出せればなと、うん、もしかしたらあっと驚く、ここに三原先生が座ったらねえか、そんなことは。どう、三原先生他の方がおられるかどうか、あ、母ちゃんか、うちの女房か。でもこっち女房、こっち三原先生、どんなお正月はどうだったんですか、家族とのお正月は。お正月はね、透析が31と1日はないんでね、はい、まあでもお正月休み大変で、僕ら透析する人間も大変だけども、はい、月水金は正月休みないんでね、はい、もちろんクリニックのスタッフもお休みはありません、はい、それから家からクリニックに送り迎えしていただいてる送迎車のドライバーの皆さんもお正月ないんです、はいはいはい、だから本当スタッフの皆さんのおかげでね、はい、僕ら透析患者はなんとか生きてるという感じなんでね、はい、今年もやっぱりとにかくトラブルがないように、はい、うん、無事透析を終えて、一日も早く卒業できる日が来たら、もうね、ゆっくり沖縄でも行きたいなと思っております。最近ね、はい、娘とうちの女房が韓国行きたいねって言うんだよね。あ、そうです。行ったことないんだよね。よっちゃんは韓国、僕は韓国 4、5 回ありますよ。ね、うん、息子がね、この間ブルコギ作ってくれたんだけど、やっぱり地元のね、はい、裏で食べるね、はい、ブルコギは美味しいんだ。でも、すごい息子さん料理がね、うまい、よくお話聞くんですけど、そうそうそう、はい、うちでね、うちの奥さんが夜遅い時は晩飯を作ってくるのが長男坊25歳の涼介でございます。はい、娘さん韓国って K-POP とかそういうの
好きだったりとか。K-POP じゃないんだな、後ろあの娘はやっぱアニメだよ。アニメ。アニメだよ。だからもう岡本ちゃんとかいろいろあるよって言うと、ここの元気プロジェクト行きたい行きたいって奈々美は言うんだよね。あ、そうですか。ああ、そうなんだよ。アニメはやっぱりね、声優さんと。それと YouTube 見てゲラ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 。平成フラミンゴとかいう、俺はこの間見て、俺は全然面白くなかったけど、娘が、あーって喜んでんだよね。あ、そうですか。だからこう、娘が見る YouTube と俺が見る、俺は政治関係見てて、娘はその若い女の子の、はいはいはい、何百万、視聴回数と何百万チャンネル登録がある平成フラミンゴとかいうのを見てますよ。はいはいはい、うん、でも、娘さんの距離が今、縮まったんじゃないですか、話を聞いてると、なかなか娘さんとか。いやいや、俺、遠目から見てるんだよ。遠目から見てるんですか、直接会話じゃないんですか。昔のちっちゃい時はね、うん、俺が疲れて寝てると、俺のお腹の上に乗ってね、パパ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 パの嫁ちゃんになるのなんて言ってたけどね、うん、今話しかけてもね、もそもそってなんか返されるだけでね。はい、全然あの言葉のキャッチボールが岡本ちゃんと俺みたいにナナミが喋ってくれたら俺泣いちゃうよ。え、じゃあ何かあると直接ではなくて女房を通して通訳がいます。通訳がいる、はい、それはちょっと寂しいですね、パパとしては、うん、あの多分娘からするとパパは臭いの、パパは汚いのと思ってると思う、ね、でも皆さん、皆さん、お父さん、多分やっちゃんのこの子気持ちをご理解してるお父様いっぱいいるんじゃないでしょうか、うん、だから本当だよ、娘がたまにちょっとね、はい、声かけてくれるわけじゃないけどね、はい、はい、とかなんかね、なんかしてくれるとね、はい、めちゃくちゃ嬉しいの。それで娘はね、はいはい、料理はしないけどスイーツ作るのが得意なの、クッキーとかね。あ、そうなん、器用ですね。すぐそのおこぼれをもらうとね、世界一うまいんだ、娘が作ったのは。本当にでもそれ美味しかったよとかすごいとかってもうその気持ちをお伝えしてるんですか。言うけど、うん、娘は、うん、弱い。その一言、笑顔で返すとかそういうのない。ないそれ恥ずかしいんじゃないんですか、パパに対して。ない全然ない。そうかな、うん、ないだから娘が好きなテレビ見てれば俺は別にチャンネル変えないしね、はい、はいはい、うん、でも優しいパパの目線はすごい感じ取ってるんじゃないですかね。いや、男親はどうしても娘が可愛いのさ。もうだって話聞いてるだけでもう可愛くて可愛くてしょうがないの伝わってきますよ。多分この YouTube 見てる皆さんも、うん、多分同じように娘さん、ちっちゃな子、大きな子、いろいろいるお父さんは、うん、やっちゃんは代弁してくれてると思ってるじゃないですかね、うん、息子はね、もううち25で今年5月になると凌介26になるけど、早くね、はい、今彼女もいるから結婚して孫みたいなっていうのあるけどね、はい、ななみ、まあ、ななちゃんはね、はい、なるべく長く一緒、長くって言うとそれも親いけねえんだけど、一緒に住んでてほしいなと思いますね。まあ親のこの気持ち、まあ野郎連れてきた時俺はどういう対応していいのか今から頭の中がもうぐちゃぐちゃになっちゃうんだけどね。ちょっと心配ですね。心配よりも考えただけで悲しくなっちゃうよ今はもう逃げるお酒もな飲めなくなっちゃったからさ。はい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 、昔はよく泣いてたな俺、酒飲みながら。でももうそろそろそういう話もあのお母様というか奥さんとされてるとかそんなあったりするんでしょうかね。するよ。それとやっぱりバレンタインデーでさ、はい、高校生の時もそうだけどさ、はい、あの昔はチョコレート、今クッキーをさ、はい、何十個も作ってる、お前そんなに好きな子いるのって思ってさ、はい、娘が作ってくれたチョコレートをもったいなくて食べないで置いてたらカビ生えちゃったことあったもんね。あ、もう食べるのがもったいないんだよ。もったいないから、うん、もう記念物だ俺にしたらねでもその気持ちは多分また皆さん YouTube の皆さん同じような気持ちの人も やっちゃんに激励のメッセージコメントいただけるとやっちゃんも普通に思って、だからガラケーの中に残してあるね、うん、娘のちっちゃい時の僕のお腹に乗ってね、ナナちゃんパパのお嫁さんになるの、ナナちゃんパパ大好きっていうの、俺いまだにガラケー見ながら一人で喜んでんだよ。今日もそろそろなんですけど、うん、もう娘さんの思い出を語り、またお父様の気持ちを皆さんにご理解いただいて、うん、今年の初めを迎えてます、ね、まあ今年ね、はい、またいろんな世界でも日本だけじゃなくて世界にいろんな情勢もあるしね。そうですね。またあっちの、北の方の刈り上げ君はねまたミサイル撃ってくるんだろうけどさ、ボンボンなんかやってきてますから ね早く世界平和になってほしいよ。そうですね、うん、やっぱりそれはさ、
ウクライナの人も大変な生活をね、この冬も過ごしてるわけですから、日本にいるとね、もう本当日本は平和だしね、もう何でも揃うしさ、電車は時間通り走るし、日本は本当平和だから、平和ボケしてるっていうのもあれだから、当たり前じゃないっていうのは、ね、人間の頭の隅のどっかには置いといてほしいね。そうですね。だから僕も、今日も一日元気でいられることに感謝して、今日も、奥さんが優しいことに感謝して、子供の笑顔を見ながら頑張りますんでね。皆さん、今年もね、けんちゃん55、いいねチャンネルね、いいねチャンネルと、それからチャンネル拡散、6月13日が僕62歳の誕生日です。それまでには絶対1000人チャンネル登録達成したいと思いますんで、皆さんのご協力と応援、今年もどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしたいと思います。バイバイ、また見てね。けんちゃん55よろしく。 V3 さようなら。